にちは。オフィスまゆみのまなちゃんです。あやちゃんです。イエーイ。もうお盆が明けましたね。明けました。京都はとっても暑い、はい、お盆になって、で、はい、今も暑いですね。暑いですね。はい、皆さんところはどうでしょうか。どうでしょうか。はい、今日はあの大人気コーナーの性効能に近づこうというコーナーが今日は火曜日ですから、はい、はい、皆さん楽しみにしてたと思います。はい、はい、初めて見てくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ということで、はい、じゃあ、今日のお題ですね。はい、お題いきたいと思います。今週のお題をお願いします。はい、ではいきますね。はい、はい、人を裁かないということは、うん、理解しているつもりです。ではその時に無関心であることとそっと見守ることの行動というかその違いというのを具体的に教えてくださいという、うん、今日はご相談でございます。はい、はい、ではこの後、はい、シンキングタイム入れますので、はい、ぜひ皆さんちょっとね、はい、自分がこの相談を受けたらどんな回答をするのか考えてみてください。はい、考えてみてください。はい。ということで、はい、あいちゃん待ってますか。はい。はい、皆さん知ってますか。はい、私たちシンキングタイムなくこのまま撮り続けますよ。確かに、はい、編集でシンキングタイム入れてるだけなんで、もう考えるの2秒か3秒ぐらいですからね。はい、無関心と、うん、ほっとく、そっと見守る、そっと見守ることの違い、はいはいはい、なんですけど、あのあれですね、マザーテレサさん、マザーテレサさんね、はいはい、言ってますよね、あの愛の反対は憎しみではなくて無関心ですよっていう言葉があったりすると思うんですけど、はいはい、あの無関心と、あの違うと思うんですよね。ひとりさんが言う愛ホット、愛を持ってほっとくっていうことが大事かなと思います。でじゃあその無関心と愛を持ってほっとくってどう違うのっていうと、無関心っていうのは例えばまなちゃんがいて、もうまなちゃんのことは何も、もう無視するぐらい無関心、はいね、はい、はい、いない人みたいな、いない人みたいな。でも愛を持ってほっとくって、はい、ほっとくっていうのは、うん、まなちゃんこうだよあれよとかいろいろ言わないけど、でもあ、まなちゃん今ちょっと困ってそうだなとか、はい、まなちゃんのことは分かってる感じ、はい、で助けてほしいそうな時は、なんか力だったら出ろかみたいな感じで、はい、ほっとくんだけど、ね、ちゃんとまなちゃんのことを分かってる、はい、まなちゃんの状況とか、はい、今まなちゃんこんな感じだなっていうのをちゃんと関心は持ってるっていうことかなと思います。そうですね、はい、確かに素晴らしい。はい、ありがとうございます。まなちゃんはどうでしょう。そうですね、アイホットいいですね、ひとりさんアイホットね、なんかでもなんとなくですけど、うん、無関心、その人、例えばその人に、うん、あ無関心でいいよっていう時と、うん、あのあちょっと見守っといてあげようっていう時の思いで多分なんか伝わるというか、そうね、思いが違うと思う、確かにね、その思いでなんか一つの言葉でもなんかこうあのふんわりした言葉っていうか、なんか愛を持った言葉で多分かけて声をかけられたりとかすると思うんで、なんかあのなんかうまく言えないんですけど、そうやね、はい、でも愛を持って接しようって、うん、ほっとくけど、うん、でも愛を持っとこうって思っとくだけで違うと、はい、そうですね、でやっぱその愛を持って、うん、あの伝わる人と伝わらへん人って多分いはると思うんですけど、うん、その時はもうその人とあなたの修行というか、あのなんか学びでもありますから、あのなんかね、なんかうまく言えないですけど、私はあの経験上しか言えないんですけど、なんか結局やっぱり自分の思いが、あこの人を見守っといてあげようっていう思いで、多分一つの行動だったり言葉が変わってくると思います。はい、はい、素晴らしい、はい、ということで、はい、はい、では、はい、ひとりさんのひとりさんのお答え、私も気になります。はい、聞きたいと思います。はい、今回の質問です。はい、人を裁かないということは理解しているつもりです。ではその時に無関心であることとそっと見守ることの行動とか、はい、その違いというのを具体的に教えてくださいということですけど、これはねこういうことなんだよね。裁くというのは
こちらが正しくてあなたこうした方がいいよっていう上から目線なんだよね。で人に注意しちゃいけないんじゃなくて相手が喜ぶような注意の仕方って、あなたがいて嬉しいと思われるような注意の仕方があるんだよね。だから裁くということじゃないんだよね。だからあなた裁判官じゃないし、あなたが絶対じゃないんだよね。だけど私はこう思うよって意見を言っちゃいけないんじゃないんだよね。そこら辺もちょっと気をつけてやってみたらすごくスムーズにいくと思うよ。そうだね。だから無関心でもそっと見守ることでもなくて、その人にそういう目でねちゃんと話してみるってことですね。そうだよね、はい、だ相手の方が正しいこともあるんだよね、はい、だから意見を言っちゃいけないんじゃなくて、はい、相手に喜ばれるような言い方ってないだろうかって考えるといいよね。ああ、そうですね。はい、だからね無関心の反対は愛ですよ。よろしくお願いいたします。すごいね。というひとりさんのいつも短くて深い答え、ね、深いね。そうですね、はい、愛の、ね、言葉、優しい言葉を、ね、かける、素晴らしいですね、はい、はい、ありがとうございました。そして、はい、一緒にね、私と考えてくれた、うん、あなたの答えももちろん正解、はい、そうですね、ですし、うん、でそうやって考えて出す、うん、ひとりさんの話を聞いたり、はい、いろんな社長さんの話を聞くだけじゃなくて、はい、で問題、じゃあ実際問題が起きた時にどうやった、はい、どういうふうな答えを出すかってこうやって考えて出すことがね、すごく大事で、めちゃくちゃ大事ですね、本当に、はい、めちゃくちゃレベルアップする。そうですね、今日も今週もねレベルアップしたと思いますので、はい、しました。はい、もう私たち2年くらい3年くらいか、うんうんうん、ね、ずっとやってたからこれ、はい、もう本当身に染みて分かりますよね。これ絶対やっといた方がいい、ね、自分のためになるし、うん、そしたらなんか実際自分が起きた時、あ、ひとりさんならどう考えるかなとか、うんうん、はい、どういう考えを、ね、な答えを出すかなとか、うん、あ、じゃあこういう問題起きたらこうしようっていうのがすごく早くなるので、なんか迷いがなくなるってめっちゃ聞きますね。なんかやっぱ、あっち、あ、こうしようかな、ああしようかなっていう、この迷ってる時間がなくなって、うん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 、あ、こうしよう、じゃあ次こうしようみたいな、うん、なんかその迷いの時間がなくなる。実際のね、生活でも多分悩む時間がすごい減った、うん、この、はい、これをやることでね、うん、減ったっていう体験がすごく多かったので、はいはい、これはもう本当にあなたのためになる動画へと、はい、自分で言うっていう大事大事、はい、自分で言うね、はい、ありがとうはい、はい、あ、そして、このコーナーの後に、はい、いつもおすすめしてるんですけど、はい、はい、水曜日、明日は真由美社長の人生相談、はい、ヒマラヤさんの音声で、そうですね、音声で、はい、人生相談をお答えしてる真由美社長の水曜日コーナーとなっておりますので、はいはい、ぜひあの概要欄にあのアプリ貼ってありますので、はいはい、ぜひ皆さん聞いてみてください、はい、こちらも聞いてみてください。はい、という感じで、はい、今日も素晴らしい、はい、ノートレインになりました、はいはい、ありがとうございました。来週もお楽しみに。皆さん最後まで動画見ていただきありがとうございます。ここからはまなちゃんからの宣伝です。ただいま新商品ジャクジンさんのご要約を受付中です。話題の成分をふんだんに使って絶妙なバランスで配合されたジャクジンさん、今皆様からの予約殺到中です。ご予約は、動画など概要欄のマルカンのお店またはオフィスまゆみで、ご予約できますので、ぜひしてみてください。あなたのご予約お待ちしております。